京城下後の北口伊集院駅は、鹿児島県日置市伊集院町特殊下にある、九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。旧移住院町内唯一の鉄道駅で、日置市の代表駅。昭和59年まで、枕崎駅までを結ぶ鹿児島交通枕崎線が、接続していた。島式ホーム一面二線を有する京城駅。現在の駅舎は、 2011年着工、平成27年6月6日に共用を開始した、京城駅舎で、三代目駅舎にあたる。北口と南口を結ぶ自由通路と連結されている。北口、南口とホームの3カ所には、エレベーターも設置されており、北口、南口の入り口付近と改札口内には、トイレも設置されている。また、 北口階段折り口とエレベーター入り口そばにある駅構内壁面には、甲冑、薩摩焼、薩摩美和、日置瓦と日置瓦製のシャチが展示されている。改札前自由通路内、北口ロータリー、南口ロータリーの3カ所には、日置市の観光情報などが表示される、液晶タッチパネル式のデジタルサイネージ観光案内。 標識、日置市情報案内版が、平成30年3月から設置されている。戦国武将、島津義弘ゆかりの日置市では、鎧かぶとや、着物姿の日置市役所職員が、義弘を中心に、島津義久、島津俊久,久、島津家久の島津四兄弟、老いの島津豊久、父の島津高久、祖父の島津忠義 妻の実窓夫人、部下の長寿院森康と山田裕酒井に奮する日置 PR 武将隊を平成31年4月に結成して全国を巡っていることもあり、同年8月9日からは通路や階段やエレベーターで入り口を含めた駅構内全体が日置 PR 武将隊や戦国島津市関連で装飾されたコラボ企画なども行っている。 JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。タッチパネル式の自動券売機が2台設置。改札内には IC カードチャージ機が設置されている。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で自動改札機が設置されている。守護課は緑の窓口や自動券売機で購入できる。かつて当駅から 熊本方面の東市駅側には、東端式の流通線群が、本線の北側に並行して伸びており、本線が、徳重トンネルを通過する間も流通線は、トンネルに入らずに伸びており、トンネル出口付近で、再び本線と、並行していた。2000年中頃までに流通線が不要となり、撤去されたが、河川柱の一部は、 本線と留置線をまたぐ幅広のものが数本そのまま残っている。なお留置線と共に使用されていた本線上下線間の片渡り線は現在も損置され運用中である。旧鹿児島交通枕崎線の線路にあたる部分は、橋上下前は駐車場として供用されていた。2009年8月26日放映のテレビ朝日の何これ、珍百景でも、 新百景ナンバー371電車以外が走る線路として取り上げられた。この駐車場は、鹿児島県外への列車を利用する場合は、無料で利用が可能であった。基本的に上下別でホームを使い分けるが、折り返し列車の発着の関係で、逆のホームから発車する列車もある。令和2年度の1日平均乗車辞任は1997人で、ある。 島津義弘後期馬像南口前、交差点周辺北口は2016年度に利用が始まり、同時に北口ロータリーの未完成部分と駐車場についても整備が行われ、南口前の改修も交差点やロータリー等の形状を一新する約3200平方メートルの整備が2018年に完了。同年3月30日、南口前で、 JRE10 位駅周辺整備事業の完成式典が市長を含む約90人の関係者出席のもと行われ、日置市内に工場がある七寸時計が南口へ新たに寄贈した時計塔の除幕式も行われた。南口ロータリーには交番や2階部分に屋外広告 LED ビジョンが設置されている日置市観光案内所も隣接している。 南口ロータリーの道路側には、彫刻家の中村信也が制作して、昭和63年10月に混流された、鎧かぶと姿で勇ましく、馬にまたがる島津義弘の銅像があり、2017年11月24日には、南口前交差点の位置を変えるため西側に22メートル移動した。南口ロータリーには、 最大214台収容可能で IC 乗車カード、守護化も利用できるゲート式コインパーキング移住院駅西側駐車場が隣接しており北口ロータリー内には最大8台収容可能でフラップ板によるロック式コインパーキング移住院駅北口駐車場がある。どちらも30分以内は無料で利用できる。また南口ロータリー 北口ロータリーにはそれぞれ障害者駐車スペースの障害者乗降所が各1台分ある。駅前に移住院バス停がある。ありがとうございます。